家庭菜園ライフ。こんにちは、有機栽培研究家の野手山です。今回からここに登場させていただくことになりました。よろしくお願いします。私はですね、有機無農薬栽培にこだわって栽培を続けてます。今回は私が取り組んでいる畑丸ごと堆肥化してしまう栽培をご紹介していきたいと思います。皆さん多分野菜作りを開始していると思うんですが、その参考にしていただきたいと思います。今皆さん多分この野菜にはこの施肥量とか、この野菜にはこの施肥量という考えて土作りを開始していると思うんですが、私はですね、この個別野菜に必要量を施肥するという考え方をやめることにしました。この野菜の必要な栄養量っていうのは確かに科学的に分析されていて出てるんですが、これを有機肥料でですね、この分析値と同じような施肥量をするっていうのはですね、有機肥料の性質上非常に難しいんですね。そうじゃなくてですね、もっと大切なことがあるということに気づいたんですね。トマトはこのぐらい入れなきゃいけないとか、ナスはこのぐらいの量が必要だ、窒素率とかリン酸率カリ率を考えながら、それに近いような投入量を決めていってるのが今までの従来的な有機栽培なんですね。畑にですね、その肥料をどのぐらい投入すると、それがどのぐらい野菜に吸われていくかっていうのがですね、なかなか難しいものなんですね。微生物が分解しなければですね、それは野菜には吸収されませんし、その微生物の活動っていうのはいろんな条件によって左右されてしまうんですね。それを考えていったらなかなか難しい栽培になってしまうんで、まずですね、微生物が住みやすい土を作っておくんですね。そこに野菜を入れていけばですね、その微生物が作り出した栄養分を吸収できるんで、栽培がすごい楽だなっていうことに気がついたんですね。で、そういう栽培を今取り組んでおります。では概要を説明していきたいと思います。この考えに至ったのはですね、この野菜生育が悪いなって言うと、どうしても施肥量って多くなっちゃうんですね。そうするとですね、病害虫被害が多くなるみたいなことがあるんですね。そうじゃなくてですね、土壌微生物をいかに増やしていくかっていうことを考えるとですね、この問題すごい簡単に解決するんですね。ちょっとですね、人間に例えてお話ししますと、人間にはですね、良い腸と悪い腸があると言われてます。悪い腸ではですね、同じ食事をしてもですね、健康になれないんですよとよく言われますよね。植物繊維とかですね、発酵食品を多く摂るとですね、善玉腸内微生物がどんどん増えてですね、良い腸になってきます。そうするとですね、その人間は健康になる、こういうようなことが最近はよく言われてます。これと同じ考えをですね、土壌に投入するのがこれからの考え方です。悪い土壌にいくら肥料を入れてもですね、野菜は元気に育たないって悩んでると思うんですよね。それは悪い土壌だからなんです。人間の腸に例えるのは、土壌が野菜の腸にあたる部分なんですね。野菜に肥料をあげるっていう考え方をするのでなくて、畑全体を土壌微生物が豊富で腐食を進んだ暖流構造の土に仕上げていけばですね、自然にですね、その中で野菜は健康に育っていきます。人間の免疫細胞の7割が腸内にあると最近言われてます。腸内細菌と深く関わっているそうなんですね。つまりですね、野菜の免疫力も土壌細菌が支配していると思って間違いないです。土壌微生物がですね、野菜栽培の成肥を握っているんです。ここを押さえておけばですね、どんな野菜も初期生育から元気に育って、病害虫に強い免疫力の高い野菜に育っていくはずなんですね。そうすればですね、それを食べた人間も非常に健康的で幸せな生活を送れるっていうのが、理想的に考えればこういうサイクルで野菜を作っていきたいなっていうのが今の私の考えです。私のおすすめする土作りというのはですね、畑全体でですね、土壌微生物を増やそう、そのためには畑全体で残差堆肥を作るみたいなイメージの土作りをしていくんですね。実際にですね、その土作りの流れをご紹介していきたいと思います。まず第一段階ですね、多分1年目の取り組みとしてですね、この段階ではですね、野菜が育つ栄養分がですね、まだ十分ない土壌だと思うんですね。でも野菜はですね、栄養がないとやっぱり育たないので、痩せた土地ならですね、やっぱり肥料分の多い動物性肥料ですね、例えば鶏糞だとか牛糞堆肥みたいなものを入れて栽培開始するのが必要だと思うんです。多分皆さんが今やってる栽培だと思うんですね。まだこの段階ではですね、土壌微生物がですね、元気に育つ環境にはなっていないんですね。それなのにですね、毎年同じような栽培を続けていると、どうしてもですね、投入した肥料分がですね、十分分解されずにどんどん畑に蓄積されてしまうんですね。そして肥料過多になって病害虫が多発してきます。こういう状態って化学肥料を使う栽培と同じような状態で、農薬が欲しくなるっていう人が多いと思うんですね。ここで悩んでる人は次の段階にぜひ進んでほしいと思うんですね。この次からが大変重要です。
第2段階目としてですね、まあ2年目に入ったっていうイメージです。その時ですね、肥料投入量をですね大幅に減らします。まさに半分のイメージですね。そしてですね、動物性肥料をやめてですね、米ぬかなどですね植物性肥料に変えるんですね。そうするとですね、微生物の増量がどんどん測れて堆肥化を促進することができるんですね。堆肥化を促進するためにはですね、緑肥とかですね、周りの雑草とかですね、収穫後の野菜残渣などもですね乾燥させてね、土に突っ込みます。そうするとですね、土壌微生物の住処になってすごい活発に活動できるようになります。今畑に残っている残存肥料分をですね分解してくれるので、肥料を半減してもですね十分に以前よりも野菜の養分としての供給量は増えてるはずなんですね。そしてちゃんと野菜は育っていきますので、もっといいことはですね、土の腐食っていうのが増えてですね、土に保持されるですね栄養分も多くなるんですね。もうこれから何年も何年もその土壌が肥えた土壌として存在し続けることができるんですね。それとですね、土に保持される栄養分が多くなるのと同時にですね、病害虫菌が増えたとしてもですね、そこに亀甲菌っていう必ずそれをやっつける菌が生まれてきますし、害虫が存在すれば天敵っていうのも現れてきます。それらがですね、野菜を守ってくれるっていうことにもなります。じゃあ、あの2年目のイメージの畑ですね。例えばですね、ここの畑を見てください。ここ結構雑草が生えてます。こういう雑草をですね、このまま刈り取って生のまま畑の畝の横にこう置いとくんですね。根を取っておけば枯れますんで、枯らしてからですね土に投入するっていうのが理想的です。でもですね、例えば多少ですね深く掘っていただいて、この中にですねこういう残渣を入れてしまう、そしてこう土をかけておくっていうことで堆肥化することも可能です。今みたいな形のはですね、このまますぐ植えるんじゃなくてですね、こういうふうに植えとくと、この秋にちょうどいい土壌になると思ってください。春に畑ですね、こういう雑草があったら、さっき言ったみたいに横に避けといてですね、枯らしておいて、そこの部分で堆肥化するんですね。そうすると畝と畝の間の通路ですね、その畝間の間が肥沃化してきます。これも畑全体を堆肥化するのには重要な要素なんで、このようにします。ナスとかなんかってすごい根を張るんですね。当然その畝の中だけの栄養分で育ってるわけじゃなくて、この畝の外にまで自分の肥料吸収根を伸ばしてきますんで、こちらに置いて堆肥化されてきた野菜くずとか雑草がその栄養分として働いてきます。3年目です。3年目はもっともっと菌のネットワークを広げたいんで、藁とかもみ殻とかですね、燻炭など炭素率の高い有機物を入れてネットワークを広げていくと、土の器っていうんですかね、栽培の器が広げれます。器って何かっていうと、腐食であり暖流構造なんですね。根に住み着いた栄養を供給する菌根菌とか硝酸化成菌っていうのがすごい活発にネットワークを広げて、野菜にどんどん肥料を吸収していきます。こういう状態で3年も迎えるとですね、窒素分が多い肥料、例えば油かすだとか鶏粉だとかですね、炭素率が10以下の肥料ですね、そんなものは必要なくなってきます。緑肥として土に戻すっていうとですね、緑肥って何、どんなものを栽培しなきゃいけないと思うんですが、もうこうやって刈り取った野菜のくずやですね、茎葉や雑草を入れていけばいいし、土に戻していけば十分に肥料が賄えてきます。3年目のイメージですと、こういうふうに畑に藁やなんかが置いといて、これをこうすき込んでいくんですね。それでこう土作りをしていけばですね、微生物の活動が活発な畝になりますし、本来はですね、もうこの畝を耕さなくてですね、こう上にかぶせていくと自然に朽ちての中に浸透していきますんで、ここに畑ができてるなっていうイメージで作っていただければいいと思います。もしくはですね、こういう刈り取った藁やなんかが周りにあってですね、畝のそばになかった場合はこうやって集めてですね、こういうふうに引いといてください。もう引いとけばですね、自然にですね土と同化して堆肥化していきますんで、別に深く埋める必要もありません。マルチングの代わりにもなりますし、非常にいい土が出来上がってくると思います。ここからはですね、まだちょっと理想的なんですが、それを続けていくとですね、多分ほぼですね、無肥料無効期無農薬の栽培が可能になってくると思うんですね。生育状況を見てですね、必要と感じたら肥料バランスの良い米ぬかなどをですね、適宜補充して微生物を増やしていけばいいだけです。これで十分育ちます。施肥のやり方はですね、わざわざこうマルチを剥がしてとか土を掘って埋めるとかいう必要はなくて、上から花坂じいさんみたいな形でパラパラと米ぬか
かを撒いておくだけで何の問題もありませんので、そういう形で畑を作っていくとですね、どんな野菜でも十分に育っていくと思います。もし心配な方がいらっしゃるならですね、栽培期間の長い野菜とか、どうしても肥料たくさん必要な野菜ってありますね。そういう野菜だけにはですね、植える時に脇に米ぬかを一握り入れるとか、土の底の方に一握り入れるみたいな形で対応していけばいいと思ってます。もし畑に入れると困るようなですね、太い茎とかがあったらですね、こういう別のところで残骸置き場を作って、ここで堆肥化するっていう方法もいい方法です。ここの農園には残骸置き場を作ってます。今見たですね、残骸置き場ってですね、野菜とかですね、茎が入ってるんですけれども、分解して下の方にはですね、すごい肥沃な土が出来上がってるんですね。野菜の栄養が全て凝縮された土だと思ってほぼ間違いないんですね。バランスの良い茎葉なんで、栄養分のない落ち葉とはちょっと違うんですね。よく勘違いされるんですが、落ち葉っていうのは栄養分がほとんどない、いわゆる腐葉土っていう形のものっていうのと、残骸置き場の野菜の堆肥っていうのはまたちょっと別物で、栄養分が全然違うんで、そこら辺は勘違いしないでほしいんですが、栄養分のある土をそのまま畑に戻してあげれば、肥料障害とかそういうのも起こらないで栽培できるすごいいい土になりますので、できれば畑の横で作ってやるといいかもしれません。落ち葉を集めたとこには鶏粉とか油かすとか油粉などを入れて発酵させるみたいな、堆肥化するみたいなことをするんですが、野菜残骸についてはそのような肥料分は全くいりません。そのままでも十分栄養分は持ってますので、ただ堆積させてですね、雨に当たると腐敗しちゃう場合があるんで、雨に当たらないように上からシートをかぶせてみたいなことをしておけばですね、そのまま堆肥になりますんで、暖かい時期でしたら半年も経てば堆肥化して使えるようになりますんで、そういうような形で作っていただきたいなと思います。この残骸堆肥って結構栄養分があるんですね。牛糞よりも栄養分があるし、米ぬかに近いような栄養分がありますんで、これだけですね育てようとするとちょっと肥料が多すぎますんで、牛糞と同じぐらいの量を入れるとですね、もうそれだけで牛糞と油かすや鶏粉を入れたのと同じような状態で土作りできますので、1平米あたりバケツ半分、一畝にバケツ1杯とか、そのぐらいの量を入れるだけで十分肥料分は賄えると思います。今見てきたようにですね、有機栽培というのはですね、別のところに用意したものを入れて育てるっていうものとちょっと違うんですね。土の中の土壌微生物をいかに善玉菌があふれたようないい状態にするかっていうのが一番重要なポイントになります。今回は重点的にご紹介してきましたので、ぜひ試してみてほしいと思います。とはいえですね、ちょっと首をかしげる方もいらっしゃると思うんですよね。そこでですね、この短時間じゃちょっと分かりにくかったんで、これから3ヶ月でですね、有機栽培ができる春夏野菜講座をですね、別の形でご紹介していきたいなと思ってます。どういう形で発信できるかはまた今後ご知らせしていきたいと思いますので、期待していただけるとありがたいです。ということでですね、畑丸ごと堆肥化する栽培をご紹介してきました。これからも機会があればここでお話しさせていただきますので、ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではまた次の機会にお会いしましょう。バイバイ。